湯上がりサイダー。ドーム5。ここは、医療及び薬剤の特区として設立され、健康維持に関する各種サービスを、他6つのドームへ向けて供給してる。私が暮らすドーム6とは、約27キロ離れてるけど、ルナループでなら、移動に要する時間は5分程度。中心のビル街とは対照的に、外周のノスタルジックエリアは、 各国の古き良き建築物や伝統文化を継承していることで人気を博してる。ああ、いい湯だった。たまにはこうしてのんびり過ごすのもいいものね。そうね。空に浮かぶ青い地球を眺めながら露天風呂でぼーっとするなんて贅沢だわ。ええ。夕飯は懐石料理を模したイミテーションフードみたいね。 とっても楽しみ。ね。まだ時間があるから、少し散歩しよっか。人気のサイダー屋さんにも寄りたいし。日頃の疲れを癒すため、2泊3日の予定で訪れた、ここ、コペルニクス温泉郷は、ムーンナサで暮らす多くの人々にとって、いわばオアシス。中でも、日本文化に親しみを感じる人々は、道端に佇むだけで胸を打たれ。 言葉では表すことができない安心感に包まれる。テクノロジーをあまり感じさせないよう、意図的にデザインされた街並みも、信じられないほど見事。重力が6分の1であることを除けば、ここが好きだということを、思わず忘れてしまいそうになる。あ、あそこね。サイダー屋さん。ガラスビーン。かわいい。お菓子とかお団子も売ってるみたいね。 見てよあののれん。丸っこいほんとがいい感じ。縁側のベンチで寝てるのは猫まさか、猫型ロボットよね。私たちは初めて目にする実物のそれらに興奮を隠せなかった。大昔は身の回りで当たり前に存在してただろうけど、現代ではどれも重要文化最級。そんな者たちがこんな風に生活へ溶け込み、 さして特別ではないと言わんばかりに、ごく自然にそこにある。幸せな景色。こんばんは、お邪魔します。はい、いらっしゃい。お好きな席に手ってください。今、お茶をお持ちします。店内は、温泉地のお茶屋さんらしい調度品や飾り物が、そこここに程よく並んでる。 窓際に小さなテーブルが二つ、軒先に縁側ベンチが一つ。そんなに広くはないけど、おじさんが一人で切り盛りするには、ちょうどいいくらい。レジ脇の一輪挿しから桃色の小花が放つ、やんわりした甘酸っぱい方向に、私は、店主の優しい人柄を感じた。お待たせしました。ご注文はおすすめは 湯上がりシャイダーとおちきゅみ団子だよ。それを二つずつください。ちょうど温泉に入ってきたところなの。そりゃぴったりだ。オーダー、シャイダーと団子、二つずつ、頼んだよ。奥の部屋からピヨン、と音が聞こえた。厨房でサービスドローンが応答したみたい。 ボタン一つで何でもすぐに手に入る便利な時代だけど、こんな風に、あえて一手間を返すことで得られるゆったりとした空気感も、遠い未来まで、しっかり残っててほしいな。ME14 年、3月1日。ドーム5、コペルニクス温泉郷。ヤーコディアナ。